攻撃していいとかいう誰があれ作っちゃったの、ね、敵地なんとか攻撃なんとか法っていうのを閣議決定で決めちゃったじゃないですか。そんな大事なことだって日本から先に攻めたら日本敵国条項でテロ国家に指定されてるのに世界から袋叩きにされちゃうじゃない。日本は平和国家なんだよね。どうしてそういうことをするのかな。